まずはじめに、自分はバイオインフォマティクスというキーワードについて説明いたします。皆さん事前アンケート答えられたかと思いますが、その時に、バイオインフォマティクス知ってますかということに答えられると思います。じゃあなんでっていうことなんですけれども、こちらがバイオインフォマティクスという、研究分野のイベントだからというのが、答えになります。じゃあ、この言葉って一体何なのかっていうところなんですけれども、例えば、生物学を研究するっていうときには、生物のデータとか、そういう解析を実験とかを使って、得ていく、研究していくっていうことがこれまでやられてきました。バイオインフォマティクスというのは、この生物のデータを扱う、解析するっていうところで、情報科学、例えばプログラミング言語を使って、そういう解析をするですとか、そういった手法の、使ったりとか、分野の一つがバイオインフォマティクスです。今回のイベントでは、そのバイオインフォマティクスっていう分野がなんでできたのかっていうところと、なんで今注目されているのかっていうところに注目して、イベントを聞いていただければと思います。バイオインフォマティクスといっても、その技術っていうのは多岐にわたっていて、その中でもゲノムの解読っていうのは、すなわち、生物の DNA 配列全体の情報を読み取ること、決定することで、ゲノム解読っていうのはそういう意味で、様々な解析の基盤となります。で、近年の技術の発達と、まあ、コストの低下によって、様々な生物のゲノムを、高い精度で決定することが可能になりました。で、生物学の研究においては、決定されたゲノムを元にして、解析や実験を行うことで、DNA 全体のどの部分がその生物の特徴とか、性質の原因となるかを明らかにすることに、ゲノム解読っていうのはつながっていきます。また、研究分野以外の事例を一つ挙げますと、日常においても耳にする機会が増えてきた、ゲノム編集の技術を利用した作物の品種改良においても、ゲノムの解読っていうのは重要です。でゲノム編集っていうのは、生物の DNA の特定の箇所をピンポイントで変更して、病気に対する耐性だったり、飼料を増加した作物だったり、性質を変化させた生物を作り出すことができる技術です。そのため、ゲノム編集を行う前に、ゲノムのどの部分が、その生物の性質や特徴を決める原因となるかを特定することが必要になります。なので、まずゲノム解読を行って、生物の DNA 全体の配列を決定する。でそこから得られる情報をもとにして、生物の性質を決める部分がどこに当たるかを特定して、特定した部位に対してゲノム編集による遺伝情報の変更を行うこと、すなわち、生物のプログラミングを行うことで、従来に比べて短い期間で、望ましい形質を持つ作物を作り出すことにつながります。結論としまして、ゲノムの解読をはじめとするバイオインフォマティクスは、研究や日頃の生活においても重要なツールとなります。このイベントのテーマ、バイオインフォマティクスと、ゲノム解読から生物のプログラミングについて短いですが、説明させていただきました。イベントを通じて楽しく学んでいただけたらと思います。本日はイベントにご参加いただきありがとうございます。